はい、どうぞ、こんにちは。ホチの最弱ピコです。ということでね、今回の動画になるんですけどね、今回はですね、なんとね、シリーズ2もあと少しで終わってしまうということでね、ファイナルミキサー、事前攻略やっていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。ということで本編、どうぞ。はじめにですね、ファイナルミキサーとは何なのかについて話していこうかと思います。ファイナルミキサーはですね、交換レートが1対1、そして各ミキサーで合わせてね、お一人様5回までとなっております。そしてね、選手レベル、レベルマックスの選手のみ投入可能。そしてシークレット選手や、覚醒選手の選手まで投入できます。そしてね、期間限定できてるダブル、ワールドスターとかね、 OB 等の期間限定選手は登場しません。はい、次にですね、実装日予想をやっていきたいと思います。去年のね、実装日が3月15日ということでね、今年もね、おそらく3月の中旬あたりにね、実施されるのが濃厚だと思います。でね、ファイナルミキサーで回したらいい選手なんですけども、昔見つかってたもうスピリッツが低い選手でも、育成状況をね、そのまま引き継ぐことができ、2023年シリーズ2の選手にすることができるということでね、ことでね、限界突破回数と、特訓レベルと特殊能力だけは引き継がれるんですが、レベルと特殊は引き継がれないとなっております。はい、ということでね、ファイナルミキサー事前攻略以上になります。何か、ね、質問等ありましたらぜひコメント欄で書いておいてください。僕が返信したいと思います。ということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。